国際ポテト年は発展途上国における食料としてのジャガイモの重要性について認識を高めることを目的として国際連合が定めた国際年の一つ。日本では国際芋年の名称も使われた。ジャガイモの原産国であり国際ポテトセンターの所在地でもあるペルー政府により発案され2005年11月25日に開催された 国際連合食料農業機関において採択された。これを受け、2005年12月に開催された第60回国際連合総会において、2008年を国際ポテト年と宣言することが決定された。炭水化物のみならず、ビタミン C やカリウムなど豊富な栄養を含み、過食物質が高いこと、狭い土地や厳しい気象条件下での栽培が可能であることから、 農業生産性の向上による食料安全保障の実現を通じ、貧困や飢餓の根絶、妊産婦や幼児の健康改善、持続可能性の確保などを目指している。畑の中の宝物のキャッチフレーズが制定され、シンポジウムや写真コンテストなどが実施された。日本においては、国際芋も年と称し、ジャガイモ以外の芋類である、サツマイモなどを含めた活動が行われ、 11月19日にパシフィコ横浜でシンポジウムが開催された。ありがとうございます。